ビデオカメラのデータ復旧を行いました。千葉県のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラは Panasonic HDC-HS200。 ビデオカメラが故障し電源が入らない状況です。データ復旧処理を行い、11時間58分の動画データ 100% の復元に成功しました。またテレビで見られるブルーレイに変換してお渡ししました。